いやー今の私はちょっと激しく後悔しているんですけどねちょっと激しくってどっちなんだよって感じですけどねまあ後悔しているのがですね少し前なんですけれどもジャズ批評という雑誌からちょっとアンケートがきましてですねその企画がですね次のジャズ批評の号の特集が「ブルーノと総選挙」っていうんですね総選挙なんか懐かしい響きですねもと、まあ、はといえば政治用語なんですけどいつの間にか AKB 用語になってしまったような感じもしますけれどもねこの では元年の今年は AKB の総選挙がないようですがその分何かジャズ批評が総選挙やってくれるようでですねそれであなたが好きなブルーノートのアルバム10枚選んでくださいその理由も書いてくださいというアンケートがもう1ヶ月以上前かな結構前に来たんですよそれでこういうのって迷ったらきりがないので今日好きな私がブルーノートのアルバム10枚と 明後日私が好きなブルーノートアルバムの10枚って絶対違うと思うんですよねその日の気分とか体調によってだから今日送り返さなければいけないものだと思いましてですね5分か10分ぐらいでパーッと思いつくブルーノートアルバムガーッとですねメモ用紙に2 3 0枚書いてそれでスッスッスッと線を引っ張って消していって残った10枚をですねパッと もう送っっちゃったんですねで理由とかもささささささって書いてしまって今言ったように毎日好みというのは変わるものだから気分によって変わるものだから今日メールを頂いた,だいた今日その日のうちに思いついたものをお送りします多分一番最初の入校でしょうみたいなことを書いてメールしてそれで忘れていたんですけれどもね今回はまあ5月30日あごめんなさい5月31日のジャズを紹介するにあたってさあ何を紹介しようと思っていたら 浮上したのが、このブルーノートのケニー・ドーハムのラウンドアバウト・ミッドナイト・アット・ザ・カフェ・ボヘミア、砲台がカフェ・ボヘミアのケニー・ドーハムだったんですね。チーと思って、私、これ、リストアップしたんですけど、消しちゃったような記憶があるんですよね。いや、他にももっともっと入れたいのあったんですけど、最後に迷ったんですけれども、あくしまった、これ入れればよかったなーって、今、激しく後悔しています。 それぐらい好きなアルバムなんですよブルーノートから出ているアルバムで <laughs> このケニー・ドーハムのちょっと哀愁感漂うのとかなりこう先進的なサウンド当時のねだからすごくいい具合にブレンドされていてあたかも私個人的なあれですけどあのカフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズってアルバムもすごい好きなんですけれどもねそこに漂う哀愁とあと アットザ・ファイブ・スポットエリック・ドルフィーとブッカー・リトルのそのライブ版も好きなんですけどもそこに通じるなんか繊栄性みたいなも足して2で割ったような哀愁かつ尖っているっていうねまあエッジが丸い感じで尖っているっていうなんかすごくいいバランスのアンサンブルのライブを聴けるアルバムなんですけれども本当好きで この CD 実は私何枚も持ってるんですよね。何枚持ってるんだろうなってぐらいいろいろ買い直したりとかこれが正しい順番なのかとか別テイクが入ってるやつと入ってないやつをちょっと揃えてみようとか何かいろんな種類買ってぐらい大好きなアルバムなんですねこのカフェ・ボヘミアのケニー・ド・ハムっていうアルバムは何で入れなかったんだろうなってまあその日は気分じゃなかったんだろうと割り切ってはいますけれどもね 多分来月に発売されるジャズ批評だと思いますのでもし店頭で見かけたらですねブルーノート総選挙と多分表紙に歌われていると思いますのでぜひお手に取ってお読みになってくださいとちょっと宣伝入れてますけどね、まあ、今回は5月31日のジャズということでご紹介したいのが1956年5月31日のコーされましたカフェ・ボヘミアのケニード・ハムトランペッターケニード・ハムのリーダー作なんですけどライブ版ですねそれでジャズ・プロフェッツという 当時ケニー・ドーハムが結成していた JR ・モンテローズというテナー・サックス奏者と結成したバンドのライブ With ケニー・バレルって感じなんですねケニー・バレルはジャズ・プロフェッツのメンバーではなかったんですねでジャズ・プロフェッツのメンバーっていうのはケニー・ドーハムがトランペットで JR ・モンテローズがテナー・サックスでボビー・ティムズがピアノでサム・ジョーンズベースアーサー・エッジ・ヒルというドラ,ムがドラマーがザ・ジャズ・プロフェッツっていうバンドというか グループなんですけどねそれにさすがアルフレッド・ライオンもうちょっと変化をもたらそうどうせレコーディングするんだからということでケニーバレルを入れたんですよ特に、まあ、全部素晴らしいんですけれどもやっぱりねアーサー・エッジヒルのドラムスに注目しましょう耳に耳が慣れてきた人はちょっと3年か5年先いってるようなドラミングだと思いますよ この時期からしてみると1956年からしてみるとただあまりこう有名なドラマーじゃないので埋もれてしまっていてちょっとかわいそうな存在なんですけれどもさっきから私はあの先鋭的な部分もあるみたいなこと言ってますけどそれはアーサー・エッジヒルのおかげだと思いますそれとこの深みをもたらしているのは JR モンテローズのテナーサックスですよすごく面白いテナーサックス奏者だと思います ちょっとと発想がが普通のテア作者と違うようよよな感じすするんですよねだからあのいわゆるコード進行をただ分解してアドリブを取るみたいなねビバッパー特有のアドリブに対してのアプローチからちょっと外れたところでもちろん歌心はあるんですけれどもちょっと流れるようなメロディアスな歌心とはまた違う何かこう物とか雰囲気みたいなのを音にこう置き換えて。 なんかオブジェのようなソロっていうとちょっと違うのかなそういうメロディーラインを奏でるのがうまいのですごくコクがあるというか神秘的というとちょっと言い過ぎですけどなんか深い感じのテナーサックソロを吹くんですよね。 だから演奏にただならぬ雰囲気を付加している感じがするんですよ、JR モンテローズのテナーサックスは。でボビー・ティモンズのピアノもコリンコリンゴリンと新鮮ですね、まだ当時21歳ぐらいだったんですけども、さすがって感じですね、後に「モーニング」とかで大ヒットするピアニストなんですけれどもね、ねすでにその方がは認められているって感じですしで、さらにサム・ジョーンズですかね、ジミーあふれるも。 任せたぜ親方い骨はっていうぐらいもう確固としたしっかりとしたしかもし,しかもソウルフルな屋台い骨を築き上げるもう名人中の名人のサム・ジョーンズがベースを弾いてますからこのメンバーでね演奏されたら悪かろうはずがないんですよね。でケニー・ドーハムのこの哀愁ラッパーもね いうに及ばずって感じでもう素晴らしいメンバーでなんて美味しい演奏なんでしょうってそれを逃してしまったまあリフトアップはしたんですけどベスト10に入れなかったちょっと多様性も出したかったんだよねって言い訳新主流派とかも入れたかったのでどうしても10枚からはねこぼれてしまったのが今となっては悔やまれるそれが今日の気分なんですけれどもねまあそういうことでおすすめしたいですね 特にバド・パウエル好きさんもぜひ耳を通してくださいメキシコ・シティという曲があるんですけれどもこれテンパス・フュージットですからテンパス・フュージット名前変えて演奏してるだけなんですけどこれはこれでなかなか味わい深いテンパス・フュージットですよそれからまあニューヨークの秋なんかもねなんか気だるいんですよ <laughs> 気だるくなんていうのかなただ あの優美というかロマンス哀愁っていうだけじゃなくてなんかちょっと大敗的な感じもするちょっとだけ恨ぶれた感じもする美しさを放つニューヨークの秋も絶品ですのでまあ全部おすすめなんですけれどもねぜひこれは聞いていただきたいですねカフェ・ボヘミアのケニー・ドーハム「ラウンド・アバウト・ミッドナイト・アット・ザ・カフェ・ボヘミア」。 まあもちろんラウンドアバウトミッドナイトもやってますけどね文句作のこれはもうマイルスのラウンドミッドナイトと聞き比べていただければこのトランペッターとしての資質の違いみたいなものがよーくわかると思いますねまあそれはあえて言いませんけれどもねやっぱりこのケニーの人柄マイルスのちょっと とんがったとこ,ろっていうこういうところに同じ曲を聴き比べるところでそのミュージシャンが目指したものとか持ち味っていうのがあのよく分かってくるんじゃないかなと思いますね。 まあ、ということでですね、本当、ブルーノートの10枚に出たいぐらい好きなアルバムなんですね、私個人的には。なので、ぜひ、アーサー・エッジ・ヒルも聴いてほしいし、うん、JR ・モンテローズも聴いてほしいし、ケニー・バレルの艶のあるギターも聴いてほしいし、と、もう聴いてほしいしだらけのアルバムなので、強力にプッシュしたい、おすすめしたいアルバムですね。ということで、今回は5月31日のジャズということで、えー、ケニー・ドーハムの カフェ・マフィメのケニー・ド・ハムというアルバムを紹介させていただきました。5月31日のチャットということで。ということで、最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。